笑いの講義今日は前提が間違いだと結果もダメになっていくとなんか間違った根拠で推論すると変な答えが出てくるというのをやっていきますそれで「本日開店の店」って昔 CM があってワープロのですねそれでこれ開店って文字違いますよね「本日開店の店」 店が回転しています間違いが本当だとどうなるでしょうかというお話でしたそれでこの鳩麦茶の中に鳩が入ってるでしょう撫でるとポッポッポって鳴くんです嘘が本当だとどうなるでしょうかというお話です芸術が爆発だったら危なくて美術館に行けないじゃないか 言葉が本当ならばどうなるかと。以上、間違った推論をすると間違った答えが出てくるというお話でした。おしまいャジクソン